すごいですね、雪が。すごいんだよ。すごいよ、めっちゃ積もってる。あそこズザーってやってきてよ。タタ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 タ。まだ危ないよ。怪我するよ。怪我するレベルの雪だよ。兄ちゃん、もう元気ならやってこいよ。やめて、お兄ちゃん、鬼が病み上がりに。鬼畜だな。2番。え、嘘?2番だったらクイーンレベル。じゃあさっきのクイーンは1番だな、多分ね。うん、あれ、なあ待って、誰も来へん、急。あ、ちょっと待って、あ、ここ途切れんねや、ちょっと待って、どうしよう。あ、ダメよ、埋まってくの、埋まってくわ、埋まってくからもう、打つわ。数にしとこか、もう、なんか埋まりそう、もう。今日は初めての並びじゃない実践なの？お願いします。バージン、並んだ方がいいですか？打ってみたい、打ってみたい方でいいよ。あ、じゃあこっち行きます。お帰り。ただいま。すいません、お元気そうで。いや、元気になりました。でもなんか全然嬉しそうじゃない。いやいや、あれ心配なんだよ、俺は。あれ心配なの。なんか、うん、大丈夫かな、なんで帰ってきたみたいな。違う違う、大丈夫かなって。うん、大丈夫、帰ってきてよかった。いや、当たり前じゃん。嬉しいことしかないから帰ってくる場所、大丈夫。ただあれでしょ、どうせ部屋で裸のまま過ごして長引いたんでしょ。予定より、予定より2、3日長引いたんじゃないのこれ。いや、言ってない、そんなこと。服着てた。ちゃんと着た。何着てた。何着てた。タオル、タオルとかだろ。違うよ。布、布、布じゃ、首からかけてこう、ゲイ隠してるみたいな。それ着てるって言わない。ちゃんと着てました。あったかくして、中に着た。あ、よかったよかった。はい、復活しました。ただ忘れちゃいけないのが、ほら、何？何じゃないよ。あ、ゼロにね。もらいっぱなしはいけないからってね。え、前回いただいたから。いいよいいよ。これ二人で考えて。え、そうなの？はい。何何よ、すみません、ありがとうございます。かわいいいちごちゃんの。何ですかこれ。あ、お金。分かんなかったんで。何かっていうか分かんなかったんで。お金、お金、お金、金券、金券、金券、いい金券だから。本当に金券だから、普通に金券だから。買って、好きなもん買って。ほんまに金券や。でも今日はむしゃくしゃ勝ちに近いんじゃないですか。うん、だって取ったのが姉ちゃんが番長。え、なんで疑問系なの。姉ちゃんが取った台ですよ。番長のゼロです。番長ゼロ、ゼロです。で、我々が荒倉。荒倉っつうんですか。荒倉って言ってるよね、みんな。本当に言って、そう、誰が言ってんの。ツイッターで見た。荒倉っていうの。荒倉そいつ呼んできて俺ぶん殴るから。あんま興味なさそうだ。いやいやいや、アラジンはでもね、アラジンシリーズ今まであんま打ったことない。俺はあの、4号機のアラジンエースと酷似して、まあそっくりなの。へぇ、あ、そうなんだ。すごい面白いです。へぇ、じゃあ教えてもらおう。買ってるんだ。じゃあ今日笑いらないです。あ、もうガチ。別に、別に信頼実践。いつもその笑いやってない。真面目な信頼実践。信頼実践、真面目にしよう。だからしっかり機種解説を。え、ちょっと待ってくれ。時代に取り残されてるから、わかんないよ。いや、いいよ、見ながらでいいよ。見ながら行くか。パチセブンとか見ながらでいいよ。頑張り見る、頑張り。頑張り見ますから。全部大正解。頑張り見ながら。機種解説して。じゃあ今日初めてスロット番組になるってこと？うん、今まで違うかな。今まで違う。テイスト変えていく。今ちょっと浮き足立ってた。そうか。ね、地に足を付けて行こうかって。姉ちゃんもほら。そうだね。しばらくこう寝て。なんか思うとこあったろ？私このままでいいのかな、今のままでいいのかな、だろ、思ったろ。考えた、いろいろ人生について。人生、今後どうなっていきたい。まあこのままでいいかなって。あ、そう、あ、そう、このままでいいの。じゃあいいです。説明とかいいです、機械とかいいんで、結果だけ出してくれ。勝てばいいか。勝てばいいんだよ。じゃあ行こう。勝つぞ。探してた女神に。
うん、じゃあ、くんの教えてもらおうね。教えるほどでもこれ出てないんで情報が。あ、そうなんだ、うん、でも大体のゲーム性は分かります。いきます。はい。お、いきなりなんか出てきた。リセットはしあったんで、うん、朝はちょいチャンス。あ、そうなんだ。ちょっとね、ちょっとね、朝一リセット。そう、朝一リセットの状況でどうなのかよく分かんないんだけど、うん、たまにドカーンと朝から行く台はある、うん、AT 入るってこと？うん。今はもうほとんどね、デジタル化が進んでるしさすか、まあ勝手にな勝手に、あ、いや、うん、こうなったら、あ、出た、なんか適当に押して、うん、右こうで、3連なんないじゃん。これがタンチェリーです。なるほどね。いわゆるタンチェリー、まあ、連なんだけど、うん、3連なんなければ全部タンチェリーって呼ぶんですよ。はー。で、これの何分の1かで広角に上がると、うん、あ、なるほど、何分の1か、はい、こちらに来ました。来た。また、また単純だよ、また単純だよ。俺まだ一回も引いてないよ。すごい光ったぞ。うわ、来た。あ、来たの。これ、当たりです。当たりです。これローズは、うん、タンチェは、うん、他の当たりなのよ。でローズじゃん。でチェリー引いてきたじゃん。引いてきてる。ローズ。ローズっていうキャラ。へえ。これ当たりです。おいやいや、心配すんな心配すんな、大丈夫、もう一回行くから。長いね。ほら、あ、ここまで来たら足りました。あー、おめでとう。はい、投資3年円、90ゲームで来ました。早かったね。さあ、で、うん、アナちゃん、通常のアナちゃんは30ゲーム1セットです。はい、30ゲーム。で、ナビに従って消化すれば OK。で、3ゲーム1セット終わりました、うん、終わったね。っていうと、うん、こっからが終了なんですよ。へぇ、1回目のアラちゃんが終わった後は、うん、必ず状態準備っていうところですよ。で、ここで25ゲーム以内に当たることができると、うん、その状態、そのショート、ロング、超ロングって言うんですよ。へぇ、だからこっからがむちゃくちゃ大事。すごい真面目なスロット番組じゃん、今日すげぇちょっといきなり俺やる気なくなったんだ。なんでよ教えて、教えて、すごいなと思ってたんだよ、教えてよしかも、うん、その状態に移行させると、うん、必ず終了後に有力感切れるんですよ、うん、へー。有力感切れると、うん、50% でまた状態に行くんですよ。へー。でしかもその場合有力感切れた直後の状態は、うん、状態準備がないんで、いきなりそのショートかロングか超ロングに行くんです。へー。だから結構一撃5000枚のアンダーってあるのは、うん、そこの有力感切れて、そこでまたうまくうまいこと長いの引いてっていう。へー。すげえ継ぎはぎらしくねえなすっごいねえ、変な感じするすごいね、めちゃくちゃ詳しい。え、語ろうか、もっと語って本当、うん、はい、アラクラなんてやつ許さない。許さない。アナクラじゃねえんだよ、はい、え、アナクラじゃねえんだバカ野郎。アナクラじゃねえんだバカ野郎。アナクラ、アナクラはいいよアナクラって何検索してみろよ、アナクラ。アナクラ、アナクラはいいよ、アラクラ許さねえバカ。何アナクラって聞いたことないよ。ごめん。何？おっくらだ。何？おっくらってでも何？このおっくらとは、じゃあこれ読んで。なんかめっちゃ風俗出てきたじゃん。読んで。おっくらとはオンリークラブの略で、綺麗な女性がオンリーを手伝ってくれる男性向け風俗店のことです。そんなのあんの？すごく大事な25ゲーム、いっていいっすか言ってよ言ってよ
25。あーダメか、ダメだった、ダメか。あ、タッチュリー、おい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 、来ました。あ、ここでもチェリー、おいおい、それはいいよ、いいよ、いいよ、すごくいい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 、うわ、あ、これ、もう、もう、探知、もう、この時点で、この時点で探知、探知決まり、そうなんだ、あ、下段で揃うことないから、もう、こんなに決まりや、バカ野郎、決まって、3回引いてんだぞ、3回引いてるんですけど、おお、来た、さあナイトステージ、はいはいはい、ナイトステージ、はい、あ、そうなんですか、はい、もう大丈夫、大丈夫、そうなんですか、なんでいきなり敬語になってんだよそうなんですかじゃねえんだよ、俺知らないおじさんじゃないんだよ、俺なあ、おせっかいの知らないおじさんか、俺おじさん、隣のおじさんしかもだいぶ嫌がってんじゃねえか、そのくしぶりなあ、お前移動しようとしてねえか、初めて言った、いろいろ教えてくるおじさんお姉ちゃん、お姉ちゃん、そのチャンスだあ、わかったわかった、わかりました、わかりましたうるさいな、隣のおじさんえ、お、バカン出てきた、バカン、バカン、バカン、ならない、まあ時間の問題ですよ、時間の、大丈夫、時間の問題、あ、来た来た来た、これチャンス、はい、来た来た来た、ツボ出てきた、おいおいおい、でこれは決まったと思うよ、決まったよね、さすがに、まあ、取らかったバカ、マジ見てろバカ野郎、あ、あ、そっか、ここで今度は回しちゃダメ、切らなかったじゃんじゃあ多分またすぐ来ます、来る、大丈夫、ナイトステージ終わっちゃうんじゃないの、あのね、ナイトステージ終わるのどんどん薄くなっていくから、やだ、まだ大丈夫、お姉ちゃん、3回キャッチ引いて取らないよ、おじさん、ナイトステージまで行って、そうなんですか、まずいよこれ、あ、薄くなってきた、なんか、だろ、昨日なんか悪いもん食ったんじゃねえか、昨日夜何食ったんだ、昨日何食った、言ってみろお前、宮本むなし、宮本むなし、嘘つけこの野郎、お前定食屋だろそれ、そうだよ、お前チッポ食ったの、チッポちょっとなあ、おう、ケイちゃんもう呼び出しだよこれすいません、隣のおじさんが店員さんじゃん、出禁にするぞおじさん、すいません、すいません、すいません、出禁にするぞ、もう店員さんにゴソゴソって隣のおじさんが、俺こう引っ張られて、いや、もうしねえ俺引っ張られていくんだよ事務所だよ、事務所恥ずかしいよ隣の子に事務所で事務所で何て答えるんだよやめてくれひどいよねえ事務所じゃなくて笑っちゃってほしいんだよ、そうだそうだそうだ、あぁねえ、めちゃくちゃ引き悪いってこと、俺、いや、今のは決めたかったね、あんなに感じ聞いたのに、本当にずっと家にいて当たり前なんですけど家で療養してて40度くらい熱が出たから、もうちょっとやばいんじゃないかと思って、一人暮らしなんで誰も頼る人いないから、ましてやコロナなんでね、誰とも会えなかったんで、とりあえずメンバーと友達に連絡して自分の
住所と部屋番号を伝えて、24時間反応なかったらやばいことになってるからちょっと来てくださいっていうラインだけ残して、でもう熱が下がってからはずっと息が苦しいのと体がだるい日々を過ごしてて、何にもほんまに信じられないぐらい何にもしてない3週間久しぶりの収録、本当に緊張してます。あ、ん？まだでもまだ回転してるよ。電柱走ってます。あ、これ対決、対決行きました。今日初めて。あ、ちょっと待って、ベーゴマー、ベーゴマー、ベーゴマー弱対決なんや。対決変わってるの面白い。仕上げが甘いぜ。はい、ツルツルじゃ。はーん、光ってますけど。追い込むよ。はい、どうぞ。あっさり、あっさり。あれ、なんかすごい良さそうなところにいない？あ、なんか割れそうやし、これカウンターが。あった。あー、特訓です。特訓に行きました。あ、対決です。20ゲームぐらいいってる。あー、3か。ついてこれるかい。特に熱くはなさそうだけどね。あ、でも待って待って。あ、来た来た来た。当たった。なんか熱かったかな。やっぱゲーム数長かったからかな。だから5本です、5本。ザブートンよこせ。え、ない。あ、なになに、どういうこと。最高額のダマッチョ。はい、あ、取ったぜ。2戦目。待て、こら、2戦目なんだんすか、これは。こう、あ、こうやって発展することがあるらしい。勝利時に別のライバルとの対決に発展することがあるらしくて、勝てば勝つほど、あ、勝ち続けたら、まあ、もちろん AT に行くよってことやな。うわ、かっこいいな。怒涛の差しじゃ。いや、なんかやった、そんな強そうや。絶対勝てる。わー、来た。うわ、強そう。直してこいや。もう、出直してもらって秒で倒すよ。虫取り。めちゃジェントルマンやね。これ勝てるってことやん。じゃあ、ちょ、あれ、岩尾さんまで言ったけど、え、こんなジェントルマン。なんやの。もう、あ、岩尾さんまでは行かれへんかったってこと。そうなん、ダメやん。じゃあ、お7確定で 75% 以上です。 AT 確率、AT の可能性。いや、まずちょっとやばい。あ、ごめんなさい。はい、5本で青7ボーナス。AT に近いはずだ。どれがいい。
出発6度はい出発あ出航タイムまで19件そう黄色から進まへんけどもう大丈夫ですかあポッポ来たあポッポあ熱海まで来たで、ね、で残り1ゲームで出航航タイムあ超だよこれは絶対来たやろこれは絶対来たやろ超出航航これ揃えたらいいんかな揃えればいいよしやりましたー AT ゲットやあ髪の毛ふさふさやあ終わりましたいただきロードなロードです AT いただきロードちょっと見ます一緒かシリーズと一緒かロード左中かばすぜあ、はい弱さやけどあ、チャンス目ですあー、すごくないはいチャージあー、なになに何やいただきチャージって突破ゾーンに入ったんかなあこの押すポイントを貯める突破ゾーンかひとまず10ゲーム間であレア役引けばあレア役とかこのゼロぞろいでチャージをストックさあ、ワンセット目がラストけど、もう一個あります2回目あっとこれゼロ、あ、ゼロ揃うんちゃう揃わへんあ、これチェリーなんかなそういうことやだから3セット目もいけますとで、ラストまだもう1セットあります3回目3回目継続すればなんかここ大事なんちゃう大事やん4セットごとに鉄拳制裁クラッシュラストでーすあラストどうだあーなんか終わってしまった4セット目を前にして終わってしまった270ポイントあれ何あ30ゲーム消化したよってことあ戻んねやそうなんやあはい来た来た来たまた来たえこんな簡単に入んのさっきと一緒チャージえこれ入ったらさっきまだ30ゲーム戻るもんなあーつーあ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 つー来た来たはいこれストップです1セット目消化で2回目おお来た来た来たさあラストここで3セット目ラストです4セット目の壁があるでも30ゲームに戻ってくれて575ポイントそろそろお、来ましたあー、なに黄色まで上がってくれたんだ右左中レア役でこん
の格上げをしてくれてるってことか。これはシンプルに機械度やな。あーあああ、ここまでいった、ここまでいった。根性、根性。あ、でも赤まで行ってるから勝てるよね、さすがに。根性や。中、右、左、少し遊んであげるよ。来た、ジェントルマン。ワンキャラローラー、ローラースケート。あー、今日対決っていうやつ。ちょっと待って、おもろいぞ。大丈夫やんな。バナナの皮や、結構古典的やん。そんなバナナ、あ、そんなバナナ。あ、来た来た。これはヒント、当てましょう。おもろい、勝ちましたよ。はい、ありがとうございます。あ、これボーナス、ボーナスです。ボーナスいただきました。あー、これは何、イレギュラーボーナスということですか。いっぱい出て仲間が来た方がいいとこあるんかな。おお、来た、チャージ、くるくるした。めちゃくちゃ順調じゃないかい、これは。もう一個行ったらどうなん。あー、終わっちゃった。いただきチャージをゲットしました。274枚です。あ、確定してるからね。はい、何を、右左かます。あ、はい。あ、これ今日チェリーやん。あ、今日チェリーやんな。来ます、いただきチャージ。あれ、終わったけど。あ、え、あれ。分かってない、分かってない、分かってなかった。確定はしてるねんな。もしかして30ゲーム消化してから出てくるんか、もしかして。ついに出てきましたか。お、はい、これでいった可能性もない。わあ、あんまり貯められなかった。125ポイントです。マジかー、終わる。あー、嘘、でもチャンスなん。最後はこの煽りが来てくれるのかな。どうですか、ラスト、いけ、ある、ない、終わり、終わりか。あ、終わったな。トン、あー、うん、ゼロがたけいった。あ、行くかも、なんか最終ゲームは。対決、緑です。勝負じゃ。え、ベーゴマよ。あー、嘘、厳しいんじゃないですか、これは。選ぶぜ、こいつで勝負じゃ。試合が甘いぜ。なんか、緑、あ、これは厳しい。追い込むよ。あー、負けたー、ダメなんや。あー、ほんまの終わり。せっかく最後のチャンスもらったのに終わってまった。530枚です。あれ、結構出たじゃん。あ、すごい順調だった。順調、うん、おうおう。あの、解説は全く、はい、あ、いい、出しちゃえばいいから。あ、大丈夫、
いい感じだよ。5000円。あ、5000円。もう自分のことちゃんと思い出せ。思い出せない。いや、思い出せよ。どういうこと？自分が何かをちゃんと思い出せよ。あなたはどういうこと？機械です。なんで久しぶりに聞いた。だからもう5号機ないから無理だよ。あ、大丈夫、出してさえくればいい。機械は5号機も6号機も4号機も関係ない、関係ない、関係ない。今日は結構いいかもよ。今日は結構いいかもよ。これ何しよう、何しよう。結構いいかも。これ何しよう。いいよ。ああ、いい、調子いいよ。あの、無理しなくていいから。あの、黙々と回して、黙々と出してくれば大丈夫。調子がいいです、今日は。腕の調子が。親子30枚。出会った時の電撃に確かにな、そんなにたくさん使ったらコーヒー飲むだなんてとても言えないもん、それ。どうぞ、ごゆっくり、一服でもしていてください。